あ、みー、ゴーちゃん、こっちこっち。まこと先輩、キスミ君もお久しぶりです。ようこそ、日高大学へ。リンも久しぶりだよね。おー、キスミ。お前、カレッジのキャンパスが超似合ってんな。久しぶり。発音いいよね。ありがとう。リンもまた一段とたくましくなった感じだね。だろ。バスケはずっと続けてんのか？うん、もちろん。バスケは僕の代名詞だからね。あー、子供の頃、リンとソウスケとストリートバスケしていたの懐かしいな。ねえ、また三人で遊ぼうよ。あ、そうだな。ソウスケにも言っとくよ。あれ、春たちはどうしたんだ？うん、なんか朝日たちとカラオケサークルの見学に行って盛り上がってるみたい。え、春のやつカラオケ行くのか？うん、たまになら歌うんだよ。メダカの歌とか。へえ。それじゃ僕たちも負けずに盛り上がっていこう。さあ、こっちこっち。いろんなサークルの中からバスケ部の次に誠に進めるとしたら、やっぱこのサークル。ひょっとして。ゴー、筋肉サークルじゃないぞ。でもここってただの校舎裏みたいだけど。わかったぞ、キスミ。お前のことだ、きっとヒヨコのオスメス鑑定サークルを進めようとしてるな。お前そういうの得意そうだからな。キスミの趣味ならワンパク相撲鑑賞サークルとかかと思ってた。ちょっと二人とも僕の趣味を何だと思ってんの？え、違うの？違うよ。おほん、誠に進めるのはズバリお笑いサークルでーす。お笑いサークル？なんで俺がお笑いサークル？朝日から聞いたよ、誠。中学の時、お疲れ様パーティーで漫才やったって。その名も、三文字ずつ。やめてよ、恥ずかしい。しかも結構面白かったって。絶対嘘だよ、朝日が自分で言ってるだけだよ。いやいや、そんなことないって。誠、もっと自分に自信持って。もうキスに見てもないのに適当なこと言って。でもここ、お笑いサークルの人たちいないですよね。いつもならこの辺でネタ合わせやってるんだけど、今日は見当たらないな。よかった。だよ、つまんねえな。じゃあ、誠、ちょっとここでやってみろよ、漫才。やるわけないだろ。誠先輩の漫才確かに見たいかも。父ちゃんまで。僕も見たい。いや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 、でも朝日もいないし一人じゃ漫才にならないし。じゃあキスミと二人でやればどうだ。ああ、いや僕がやると三文字にならないから。ほら、シキのキスミ漢字四文字でしょ。いや、三文字ってそういう意味か。お、じゃあお兄ちゃんは。はぁ、いいね。はぁ、松岡凛、ちょうど三文字。じゃあネオ三文字ずってことで、誠と凛で漫才コンビ結成だね。いや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 、待て、なんで俺と誠が漫才コンビになる流れになってんだよ。おかしいだろ、大体三文字だったらゴーだって。聞こえない。凛、なんで誠がそんな目で俺を見るんだよ。じゃあ早速二人の輝かしい、そしてウィウィーシー漫才を披露してもらいましょう。よっしゃー、パチ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 。ネオ三文字ズのお二人です。張り切ってどうぞ。わー、パチ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 。どうすんだよ誠。だってとりあえず、いや、その前やったその三文字ってやつはどうやったんだよ。とりあえず関西弁。関西弁どうも立花誠です。ま、松岡凛也でー。見たことのない景色を見るのが趣味やでー。君、いきなりなんやそれ。
せーの、ネイルを、せーの、ネイル、せーの、ネイル、せーの、二人合わせてネオ三文字図でーす。ナーリン。おう、なんや、誠。俺ら、結成してからまだ15秒やん。せやな。それでな、お互いを知るために、リン、なんか、面白いことやって。は？いきなり？面白いことやって。ちょ、来い、誠。ちょ、来い。なんだよ、今の雑な振り。俺オンリーの罰ゲームみたいな流れ。いや、できねえよ。完全に滑る流れだったじゃねえかよ。やけどしたくねえよ。だって、いきなり結成して面白い漫才なんて無理だよ、リン頼みだよ。いや、待て。俺にだけ荷物全部持たせようとするなよ。持ちきれねえよ。で、その、お前が昔やった漫才では何やったんだよ。なんか、早口言葉と、聖なる鷹のポーズ。あとなんか歌。歌？お前歌ったのか？うん、歌った。ああそうか。ああでも同じネタやるのもな。芸人として。芸人？なんかつまんないじゃないか。同じネタやる。よし、あ、じゃあこうしよう、こうしよう。はい、しましょう。わかった。こうしよう。せやな。行くで。どうもー、ネオサンポジーズでーす。あのなー、ほら、リンはシノリ以外にやん。おう、せやな。じゃあ当然小粋なアメリカンジョークとか披露できるようなしてくれへんか。当然でなんやねん。お前の中の俺のキャラ付けどないなってんねん。だいたいシノリはアメリカちゃうで。でも、誠がそこまで言うならしゃあないわ。別にそこまで言ってないで。一つ、とっておきのジョークがあるんや。へえ、どんな？聞かせてみてや。あ、行くて。Hey, Mike。街のジャックストアにクマが出たんだってね。Oh, Charlie。それはうちのワイフだよ。リン、ちょっと話がある。だろうな。今の何？意味わかんないし。最後のシャークってやつ、三越島さんのやつだよね。なんて人の丸完全にパクったの？パクったな。しかも、なんか滑ったし。滑ったな。みんな反応に困ってたのわかった？困ってたな。無理やり拍手してたな。ちょっと、生あったかい拍手だった。つらいな。空気凍ったな。うん。俺たちも凍ったけど。いや、うるせえよ。もうそもそも漫才とかよくわかんねえんだよ。森、なんなの？そこまで言うなら。だからそこまでは言ってないって。誠が面白いことしてみればいいだろ。ほら、マコトのターンだぜ。なんか楽しいね。うん、緊張感がすごいね。キスミくんも漫才やってみたい？うん、絶対に嫌だね。はい、どうもネオサンモジーズでーす。じゃあ、お待ちかねのマコト、お前の見たことのない面白いギャグ見せたってくれや。さあ早く、マコト、ファイト。ツバメ。
それ何？ツバメです。この次のやつが本当にな。今の誠先輩。何どうした、リンどうした、誠先輩。なんか聞こえた、誠先輩。なんかリン鈴木、リン鈴木誠、リン見たことのない景色見せてあげるから。都営新宿さん。なんで新宿線。ポーズは？ポーズ。ツバメってやってたもんね。やってた。ポーズは？いや。都営新宿線の。せーの。じゃあ、電車の顔こういう顔してんの？あれ、もうやってんの、それ。それもうやってんのね。うん。それでいいのね。一回検索してみて。オッケー。どういう顔してんの、都営新宿線。それ、都営新宿線ね。都営新宿線。湘南新宿ラインは？湘南新宿ライン。湘南新宿ラインどんな顔してるの、湘南新宿ラインは リン、じゃあいい加減聞くぞ。リンも得意だったよね、そういうの。それは台本にない。ゴー進めろ、もうゴー。くすみくん、なに、ゴーちゃん、この空気どう思う？そろそろ止めた方がいいかもね。あ、じゃあ言うからやってて。セリフは進めるからやってて。そうだね。じゃあ行きます。うん、リンの得意なのぞみの顔が見たいな。新幹線行きます。キスミくん。なに？ゴーちゃん。この空気、どう思う？のぞみからの、こだま。それ人違いだと思う。新幹線の方。もうちょっと待とうか。もうちょっと待ってみようか。もう行けよ、もう行けよ、もうそろそろ止めた方がいいかもね。それじゃもうね、これ以上はきついな。とっておきの逆か。前人未到の。はい、どうもありがとうございました。
ごめんね。